まあ、昨年は、まあ2部からのスタートということで、まあ、僕が担当して、まあ、ちょうど4年目になるんですけど、まあ、間1年はなかったんですけど、まあ、とにかく高校サッカーの速さにとにかく慣れることと、まあ、やっぱり90分ゲームを、まあ、入学してからすぐやるっていうことで、まあ、とにかく去年に関しては負けないことというか、まあ、2年後1年後見据えて今しかできないことを、まあ、やるっていうことで、まあ、安らしさとかそういうふうな部分でなかなかその引き分けが多い試合ばっかりやったんですけど、まあずっとやってきて、まあ、一番手応えがあった1年でもありましたし、でもその中で、まあ、勝てなかったのはすごく残念でした。まあ、今年の目標は、まあ、昨年度のそういうことから踏まえて、やはりまずは一部昇格っていうことが大前提の中で、まあ、発展をしないと、まあ、成長がないっていうふうになると思うので、もう全体的に一部昇格っていうことと、まあ、去年できなかったそういう1年生の間にしかできなかったこと以上に、まあ、やっぱり3年後2年後を見据えたそのクリエイティブなサッカーっていうものが、まあ、表現できれば、その中で勝っていければいいんじゃないかなっていうふうに思います。